こんにちは、波の平でございます。本日は堺市にあります餃子屋しんしんさんに寄せていただいております。お店の中はこんな感じで、すごく綺麗な店内、そしてスタッフも若くて、元気があって、すごく好印象なお店でございます。メニューはこんな感じになっております。自慢の餃子がずらっと並んでるんですけども、それ以上に一品料理がすごく充実してるお店なんですよ。餃子屋さんというより居酒屋さんと思っていただく方がいいでしょうかね。なのでこちらのお店で全て完結いたします。普通に餃子屋さんって考えたらなんか頼りないような気がするんですけども、いやいやそんなことなくて、締めのご飯物をデザートまでしっかり用意されております。そしてこちらのお店、なんとランチタイムも営業されております。美味しい餃子とご飯、味噌汁、ミニサラダ、漬物がついてとか、まあなんかええなこんなお店。満腹波の平の動画、とりあえず生中とノンアル、とりあえず以上です。はい、はい、ええー、な生、それ生生、すみません、ありがとうございます。グラスキンキンに冷えてる、キンキンに冷えてる、すごいな。お疲れっす。私もだから、私あれすごい、うん、まっ、あ、うまっ。さあ、それじゃあ餃子、順番に芝居でいきますか。しんしん餃子と、しそ餃子と、ね、生姜餃子まで1人前ずつ。チャーシューの盛り合わせ、はい、キムチ長芋、きゅうりの一本漬け、とりあえずそれぐらいで、はい、お願いします。なんて生一杯目50円、平日生一杯50円な。いやす、聞いた今の、すごいな。もうなんか仕事やってるのバリバリやけど、ちょっとこれのけて、平日は生一杯目の生50円だし、これはすごい。このお店お昼から営業してて、お昼から19時まではアルコールは全部 50% オフ、安っ、すごいな。これもそう、いただきます。これもそう、とろとろ。これはさ、ちょっと待って、これに、これ邪魔やしな。これにキムチともやし乗っけて食べたら絶対美味しい。もう絶対にうまい。これな。キムチとこれはうまいやろ。キムチうまいよ。キムチうまいのは最高やな。あ、バレた。うまっ。キムチうまいの大事やからね。結構。結構大ぶりな角的山芋です。山芋やん、やろ、ちょっと待って、ごめん、だからこれうまそうやなと思って、角的ちゃん山芋やん。めっちゃ美味しい、山芋のキムチ。いや、うまいうまい。これはあんま売ってないな。うん、この食感はなかなかない、美味しい。あ、すごいすごい。これはノーマル、生姜、シソナ、結構餃子自体に味ついてますんで、はじめそのままでも美味しいですし、はい、でも楽しんでいただければ。はい、皮パリ感が何とも言えんね。とりあえずノーマルから、わあ、いい羽やな、もう飛んでいきそうな羽やな。飛ばし笛。でとりあえずそのままかけてないよ今、皿の上に塩乗っけただけなんで、何の言い訳かわからんけどな、これ。うまい、おいしい、おいしい、うん、ほんまおいしい、ほんまにうまいで。皮の香ばしさとね、中のあんの量も食べ応えがあって、めっちゃおいしい。あんな、どれ食ってもビール進むな。うわ、これは広めたい、これはいい。煮込まとめていこう。本当にこのまま食べても全然美味しいから。
なんぼでも入るな、これ。このままで。カツンって生姜の風味が来るかと思えば、全然そんなんじゃなくて、ほのかに生姜が入ってるかなっていうぐらいやから、これ今一人前を二人で分けて食べてるんだけど、個数を重ねていくと生姜の味がクックッと入ってくる。へー、これは技ありやね。しそ、ちょっと見た目がね、なかなかわからないけど。しそうまい。多いかな、全然いけるな。全然、もちろんちょっと小ぶりなんもあるんやけど、いくらでも食べれます。満腹波の平の動画。あ、でも好き。揚げ餃子。食ったことないな。揚げ餃子の揚がり方が絶妙。サクサクでむっちゃ美味しい。がっつりニンニクの入った餃子。マジやばいね、大丈夫。めっちゃうまい。そっからすげえ、うまい、うまい。めっちゃうまい。これうまい。これはうまい。全部食べてほしいけど、これは特に食べてほしい。うん。ニンニク命の初めて、はい、初めて、初めて、うん、ニンニク命のニラでございます。はい。なんだろう、初めてなんです。なんかグッと引かれるな。何やろこれ。優しい。うわー、うまー。何食ってもうまいわ。優しい味の後味、しっかりとしたあんの味が口の中いっぱいに広がって、もうほんまにうまいわ。バンバンジーです。うん、おいしい。うん、何食ってもうまいな、ここ。腹立つわ。トマトに鶏肉乗っけて、きゅうり乗っけて食べる方が絶対おいしい。ほれ下が近すぎた、映れへん。もう箸休め的にいただくのもいいと思う。これ餅食って全然熱ない、めっちゃ美味しい。なんやって餅が思ったより。何でも満点か。ありがとう。芋の革命やな。あ、でもあれやねん、ちょっとね、スパイシー。あ、そうなの。うん、胡椒がむっちゃ効いてるからスパイシーやんけど、見た目によらず。いや、でも美味しい。あ、でもこれは当てだわ、きっちり当て。めっちゃ胡椒効いてる。うん、一緒にやったら、あるよ、いろいろ。生姜が効いてて美味しい。締めにはぴったりかも。今回初めて寄せていただいた餃子屋しんしんさん、見てもらった通り餃子はもちろんのこと、一品もすごく美味しいお店でございました。本物の先の実を連れて行ってよかったと思いましたね。
堺市でも北側にあって、最寄り駅は JR 朝霞駅、そこから徒歩4分ほど。駅から歩く不便さは少し感じますが、その分穴場的なお店だと私は感じました。電車通勤の方も少し時間のある時にフラッと寄って美味しい餃子堪能していただければと思います。ということで結構食べました。めっちゃ美味しい餃子でございました。ごちそうさまでした。ということで気になる本日の会計はこちら。お会計は現金、カード、そして QR 決済可能です。詳しくは店頭でお確かめください。満腹波の平の動画では、大阪泉州を中心に美味しいお店をジャンルに関係なくいろいろ紹介しております。皆さんからの高評価、コメント、そしてチャンネル登録、いつでもお待ちしております。今日の動画良かったよって方はぜひグッドボタン押していっていただければと思います。応援したってもええなって方はチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。